どもまあ僕は、まあ、割と長めに入るタイプなんですけど、まあ、割とそんなに入らない人とかもいて、そこはまあ個人差あると思うんですけど、それからまあ外気浴ということで、あの外気浴は気持ちいい最高です、はい、で最近はあのオロポというのが流行ってまして、聞きますね、はい、オロナミン C とポカリを混ぜてのあれがオロポが、まあ、サウナの人がすごく大好きな味です。今回も用意しております、はい、ちょっと楽しみですね、まあ、前回初めてなんで初サウナ、はい、いいぐらいな感じでいいぐらいな感じでやりたいと思います、ね、はい、それではまあ行きますか、はい、もうこんな感じになるかこれすごい、なんかすごい運動した後みたいな、あなんか心地よい疲労感と、はい、なんか気持ちよさみたいなのがあるこうなんかですね、なんかこう心なしか肌のこうそうスレスレしてサラサラします、はい、これもサラこうなんか初めてだったと思うんですけど、うん、どうでしたか初サラな、いやなんかちょっとやっぱ暑くて、うん苦しいというイメージがあったんやけど、サウナ中もこう豆と喋ったりして、はい、意外とそのサウナ自体は行けたかな、行けた、うん、そうだね、音とかも広めながらちょっと気持ちよかった、ということで、こんな体勢で申し訳ございませんがはい、ジオワンチー、豆、デートでした、はいバイバーイ、ありがとうございました、寝ましょう、このまま寝れる